美浜町は、福井県にある町。三方郡。福井県の南西部、若狭地方東端に位置する。日本海に面し、豪雪地帯でもある。美浜発電所と、入央橋1954年2月11日、北西郷村、南西郷村、耳村、三島村の4村が合併して、美浜町が誕生した。町名は、渡る美の美と砂浜の浜を合成している。かつては、三方町と共に、三方郡を構成していたが、三方町が、御入郡上中町と合併して、若狭町となり、その際に、三方上中郡を作ったため、現在では、三方郡唯一の自治体である。若狭では最も東端に位置しているほか、町の観光 PR として、若狭美浜という表現を用いることが多い。町の観光キャラクターは、漁師の浜さん、フグの美ちゃん、へしこちゃん。福井県の南西部、若狭国東端に位置し、海の背後に山がそびえる地形で、若狭湾のリアス式海岸の一部をなし、東側に敦賀半島、西側に常上半島があり、通称美浜湾を覆うように町域がある。滋賀県境にある山々は800メートル級と比較的低い山々である。高島トレイルのルートで、ハイキング感覚でも登山できる山で、若狭町との境界には、三方五湖がある。南部から湾に流入する耳川流域に平地が明ける。町長2004年7月23日、国立大学法人福井大学と、相互友好協力協定を締結した。産業、文化、教育、学術の分野で協力し、相互発展につなげる目的である。2007年4月より4カ所に統合した。福井県の内美浜町以西は、北陸電力送配電ではなく、関西電力送配電のサービスエリアになる。一般に使用する電気に関する事柄は、美浜営業所で取り扱う。町内には他に、関西電力の水力発電所が所在する。東西を国道27号が貫く。三島地区では、美浜東バイパスの整備も進み、若狭路泊2003に合わせて2003年9月に一部の供用を開始、2009年全線開通した。南側は林道によって、滋賀県高島市に抜けることができるが、未整備の部分が多い。敦賀方面へのルートは、国道27号、福井県道33号、福井県道225号の3ルートが存在する。若狭町への主なルートは、国道27号と若狭広域農道、有料道路の3方5個レインボーラインである。有料道路国道県道。ありがとうございます。